型ハウスを設置してみた。こんにちは。こんばんは。佐藤ささらです。鈴木つづみです。急に寒くなってきましたね。ほんと、急に寒くなったね。で、今日はどんな動画なの？冬に向けてななみちゃん専用のこたつ型ハウスを買って、設置するみたい。ほうそうなんだ。寒さ対策だね。では、早速見てみましょう。あ、アイリス大山のやつなんだ。楽天で買ったらしいんだけど、届いたらアイリス大山のやつだったみたい。値段的にはどうだったのかな？それが、楽天で買った方が安かったみたい。え、そうなんだ。全部で13種類あり、新しいのがこのこたつと雪だるまとアヒルらしい。かわいいのがたくさんあるんだね。どこで売ってるのかは概要欄にリンクを貼っておきます。みかんの飾りがついてるんだね。中とボンボンが紐でつながってるみたいです。ちょっとしたおもちゃってことか。そうだね。早速ななみちゃんがチェックをしに来たね。組み立てに入るみたいです。これで寒い冬も大丈夫そうだね。使って気に入ってるみたいだね。一安心だね。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。